この動画では Zenpad S8.0 Z580CA の、フリック操作への変更方法をお話していきたいと思います。はい、私が Zenpad を購入して、最初につまずいたのがこの入力方法です。はい、この文字をねタップするとこんな感じでね、花びらのような感じになるんですね。なので、もし O を打とうと思うと右と、ちょっとこれ iPhone とかと違いますよね。はい、これが非常に使いづらくって、で、この変更方法はないかなといろいろと触ってみたんですけどもですね、はい、まあ Zenpad の場合ここにいろいろなものが出てくるボタンがあります。すると、いろいろとあるんですけども、はい、ツールの設定ですね、本体の設定、この Google 設定じゃなくてこっちの設定の方、左下ですね、これをこの矢印のアイコンをクリックするとですね、あ、ごめんなさい、タップするとですね、言語と入力というのがユーザー設定のところにあります。で、これをタップします。はい、すると上の方ですね、なんて読むのかな、ATOC for ASUS でいいのかな、この現在のキーボードという下ですね、ここを、はい、タップしますと、はい、設定画面になって上に点キーとありますよね。この点キーをタップします。すると入力方式が一番上に出てきて、今、ジェスチャー入力というものになっています。ごめんなさい。はい。ここをですね、タップすると、こんな感じで、携帯入力、ジェスチャー入力、フリック入力、ツータッチ入力とあるので、これフリックに変えてあげます。はい。これでも設定は完了です。で、ブラウザをもう一度開いてみますと、入力、はい、こんな感じでね、横だと、右横だと、下だと O と、いつものフリック入力に切り替わりました。はい、おそらく、全本とかね、全パッド、そのようなシリーズで、使えるものも、このやり方が使えるものもあるかと思います。またこのような情報も、アップロードしていきたいと思いますので、チャンネル登録をお願いいたします。